ペナルティエリアの角ではなくというところですかね。多分点の取れるところに守備力がいてくれるとまた違う雰囲気が出るんでしょうけどね、はい、大宮ボール高柳から小島体を入れて折り返したシュート守備力今シーズン2ゴール目を決めました大宮先生。ここはストライカーらしいポジショニングでしたね、はい、まさにゴール前、うん、ここ頑張って、ね、小島選手、はい、残して守備力高柳選手のパスもね、これ受けるの小島選手難しいと思いますよ、はい、斜め後ろから来るんで、でもまあ左のアウトサイドでうまくファーストタッチいいところに置いて入れ替わる、まあ、最後もねここね強く蹴ったわけじゃなくてわずかに空いてたところをしっかり見つけてましたね、はい。